覗きからくりの屋台。大正初期覗きからくりは、江戸時代から明治にかけて盛んに行われていた大道芸の一つで、客にレンズ越しに情景を描いた絵を覗かせ、からくり節いし、覗き節と称される節回しに乗せて、説明を加えながら、紐を操作するなどして、絵を次々と差し替えながら見せる見せ物。幅1メートル余りから1.8メートルほどの屋台の、 前面2個から6個の覗き穴があり、中を覗くと仕掛けられた絵がレンズで拡大されて見える。屋台を挟んで左右に男女の演者が立ち、無知で屋台を叩いて調子を取りながら、からくり節に乗せて演者の男女で掛け合うなどしながら物語を進めた。こうした演者は工場師などと呼ばれた。覗きからくりは映画の交流とともに人気が衰え、昭和初期には すでにわずかな数が残るだけとなっていたとされる。新潟県新潟市西館区の牧郷土資料館には、全国で唯一とされる、実演可能な王子の覗きからくりが現存しており、新潟市指定有形民族文化財となっている。表記は、ひらがなで覗きからくりとするのが一般的であり、かつて江戸では覗き、上方ではからくりとも呼ばれたというが、逆とする説もある。 しかし、覗きからくり、覗きからくりと書くこともあり、さらに、狙いメガネとも称した。また、仕掛けの中に仕込む絵を指す、覗きへ、メガネへ、からくりへといった表現で、この見せ物に言及することもある。ありがとうございます。